どうも、しこいごです。今週行われる G2 札幌記念の前頭診断をしていきたいと思います。まず、先週の関谷記念では僕のね、本命馬ラインベックが3着と好走してくれました。今週も気合い入れて予想していきたいと思います。そして、年内チャンネル登録1万人を目標としているので、皆さん、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、前頭診断やっていきましょう。1頭目は、アフリカンゴールド。評価は C 評価です。この馬はね、豊富なスタミナが武器なんですけど、スピード能力は高くない馬です。今回楽に逃げられる展開にはならないと思うので、現状 C 評価とさせていただきます。続きまして、伊豆城の奇跡。評価は A 評価です。前走クイーンステークス5着馬です。前走は筋量57キロを背負い、ラスト直線では進路を開かず、スムーズに加速できずの5着と敗れましたが、着順以上に評価のできる内容だと思っています。天球初戦で状態面も不安視されていましたが、問題なく走れていました。2走前は出遅れと不利もあり、15着と大敗しましたが、度外していい内容でしょう。昨年の府中牝馬ステークスでは時計の速い馬場にも対応し、磯出しに勝利しました。この馬は持続力の高い末脚が武器なのと、有馬記念でも好走できるだけのスタミナも兼ね備えているので、総合力の高い一頭だと評価しています。展開向けば好走を期待できる穴馬の一頭です。続きまして、ウィンマイティ。評価は B 評価です。前走マーメイドステークス2着馬です。前走はトップハンデを背負い、休み明け初戦でも後方から外を回しながら早めに仕掛けて差し足伸ばし2着と好走しました。2走前の京都記念では好意で競馬を運ぶことができましたが、上位陣とはラスト直線での切れ味で劣り6着と敗れました。まあこの馬が好走するにはね、厳しい展開でしたし、勝ち馬以外とは差を詰めれているので、そこまで評価を落とす内容ではないと思っています。持久力の高さが武器の馬ですが、スピードを求められる札幌は割引が必要でしょう。まあ、消耗戦でなら好走あってもいいかと思いますが、決め手にかける馬で今回は相手も強く、現状 B 評価とさせていただきます。続きまして、ウィンマリリン。評価は A 評価です。前走ドバイシーマクラシック6着馬です。前走は得意ではないスローからの瞬発力勝負で、この馬には向かない展開だったので、評価を落とす内容ではないでしょう。2走前は客室をガラリと変えて差し切る強い内容でした。洋芝への適性は問題ないですし、ここに来て充実期に入ったかなという印象です。まあ、ただ今回がね、海外帰り初戦で休み明けになりますし、状態面のチェックは重要でしょう。個人的には昨年のようなね、この馬の武器であるスタミナを活かせる馬場の方がいいと思っていて、今回はマイルでも好走できるスピードが求められると感じているので、純粋なスピード比べになる今回の舞台は割引が必要だと思います。それでも今回のメンバー的にペースが流れて、この馬に展開が向きそうで、内をうまく立ち回ってこその馬だと思いますし、内枠を引くことができたら評価を上げたいと考えていて、現状 A 評価とさせていただきます。続きまして、ジャックドール。評価は S 評価です。前走安田記念5着馬です。前走は初のマイルに挑戦し5着と敗れました。ただ先行した馬には厳しい展開で、着順以上に評価できる内容でした。2走前の大阪杯は逃げて自分のペースに持ち込み勝利しました。展開こそ向きましたが、ラップなどを見ても分かるようにとても優れた内容だと思っています。昨年は時計のかかる荒れた馬場で勝利したんですけど、本来はねスピードを求められる舞台の方がいいですし、直線の短い平坦の札幌 2000m はベストな舞台です。先行力の高い馬で、持続力の高い末脚が武器で、マイルでも好走できるだけのスピード力もある非常に優れた万能タイプだと評価しています。休み明けでも走る馬で、叩きの一戦だとしても今回も高い水準で能力を発揮できると思っています。決め手にはね、かける馬なので、スローからの瞬発力勝負にはしたくないでしょう。枠順と同型馬次第ですが、今回も昨年のように無理に逃げず、番手に控える競馬で淡々と自分のペースを作れば勝ち負けできると思っています。現状 S 評価とさせていただきます。続きまして、シャフリヤール。評価は A 評価です。前走ドバイシマクラシック5着馬です。前走はこの馬にとって不向きな展開で、度外視できる内容でした。2走前は外を回すロスの多い競馬で、内をロスなく走った勝ち馬と 0.1 秒差の2着と敗れましたが、負けて強しの内容でした。高速決着は得意ですし、瞬発力はメンバーの中でも最上位だと評価しています。ただ2000m という距離はね、忙しく直線の短い今回の舞台は割引が必要でしょう。叩き両角型だと思っているので、今回休み明けという点と小回りへの適性が怪しい点はマイナス要素です。それでも展開がハマれば勝ち負けできるだけの高い能力を持っている馬なので、現状 A 評価とさせていただきます。続きまして、ソーワリアント。評価は B 評価です。前走ナロー記念12着馬です。前走は得意な舞台設定でしたが、12着と見せ場なく敗れました。直線でかぶされた影響で走る気をなくしたのか、能力を出し切れず不完全燃焼の内容でした。阪神 2000m がベストですが、直線平坦コースの今回の舞台は合うと思っています。
トップスピードでは人気馬に劣りますが、後位から上がりを使える点はプラスです。高い能力を持っている馬なので、スムーズに競馬ができる枠を引いて現状人気なら狙いたい穴馬の一頭です。続きましてダノンベルーガ、評価は低評価です。前走ドバイターフ2着馬です。前走は位置取り悪く、ラスト直線でスムーズに加速できずロスもありながら2着と負けて強しの内容でした。スピードの、ね、持続力という点では他の人気馬に劣りますが、非常に高い瞬発力を持つ馬で、今回この馬の武器が直線の短い札幌で生きるのではないかと考えています。器用さ求められたね、昨年の皐月賞では荒れたインを突いての4着と着順以上に評価のできる走りでしたし、ベストではないにしろ右回りの小回りコースにもある程度対応できると思っています。展開向けば勝ち負けできると高く評価しているので、現状 A 評価とさせていただきます。続きましてトップナイフ、評価は C 評価です。前走ダービー14着馬です。金層の出遅れは気になる点ですし、構想するために必要なスピード能力が不足していると思っています。豊富なスタミナが活かせる舞台がベストなので、現状 C 評価とさせていただきます。続きましてフィシーグアス、評価は A 評価です。前走大阪杯7着馬です。前走は終始外を走り、直線伸びをかくロスの大きな競馬でしたし、この馬が持つねスピード能力以上のスピードを求められたこともあり敗れましたが、評価を落とす内容ではないと思っています。馬体重も前走からマイナス18キロと大きく減っていたので、今回休み明けのフレッシュな状態で出走できるのはいいと思いますが、叩いて良くなるタイプの馬なので割引が必要でしょう。客室自在で前目でも競馬ができますし、持続力の高い末足は魅力的で、総合力の高い一頭だと評価しています。ベストはパワーを活かせる急坂のあるコースだと思いますが、右回りの直線短い舞台は合うでしょう。今回ペースも流れそうで、展開向けば構想できると考えているので、現状 A 評価とさせていただきます。続きましてプログノーシス、評価は B 評価です。前走クイーンエリザベス2世カップ2着馬です。前走は初の海外遠征で、直線でスムーズに加速できないながらも2着と洋芝にも対応し、収穫のあるレースだったと評価しています。ただこの馬が得意とするスローからの瞬発力勝負だったので、展開は向いたかなと思っています。スタートに課題のある馬で、追走力にも不安があり、位置取りの悪い競馬だと差し損ねる可能性が高く、スローからの瞬発力勝負でこそ本領発揮できる馬なので、今回は展開が向かなさそうなのはマイナス要素です。今回相手も強くなりますし、オッズも加味して現状 B 評価とさせていただきます。続きましてマテンローレオ、評価は C 評価です。高い持久力と後位から競馬ができる点は魅力的で、相手なりに走れるタイプですが、構想するにね必要なスピード能力は束に劣っていると思います。内枠を引けば評価を上げたいですが、現状 C 評価とさせてください。続きましてヤマニーサルバン、評価は C 評価です。前走函館記念11着馬です。この馬は直線の長い舞台がベストだと思っていますし、ここでは苦戦想定の一頭だと思いますので、現状 C 評価とさせていただきます。続きましてユニコーンライオン、評価は C 評価です。前走函館記念12着馬です。この馬は持久力高く、タフなレースの方が持ち味生きる馬で、今回の舞台とはマッチしないと思っています。楽に逃げれるメンバー構成でもないですし、厳しいレースになるでしょう。現状 C 評価とさせてください。続きましてラーグルフ、評価は B 評価です。前走大阪杯12着馬です。前走は前有利な展開で、後方に控えたこの馬には向かない展開でした。2走前の中山記念はね強い内容で、外を回すロスの大きな競馬をしながらも勝ち馬と差のない2着と評価のできる内容でした。ベストはね馬力求められる急坂のあるコースでしょう。瞬発力は人気馬に劣りますが、長くいい足が使える点はプラスです。上がりのかかる舞台は得意ですし、世代のレベルも高く、成長著しい馬だと思っていて、展開向けば構想を期待できる穴馬の一頭です。以上が G2 札幌記念の前頭診断でした。今回の動画が少しでも参考になった方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。